火山は地球の荒々しい息遣いを最も身近に感じられる場所の一つでしょう。その噴火によって都市を丸ごと破壊するほどのパワーを持っているのと同時に、地熱や温泉など人々の暮らしを豊かにするエネルギーを供給する糧でもあります。非常に高いエネルギーを有する火山の内部は、そしてそのさらに深部には一体何があるのでしょうか。今回は火口から地球内部に突入するとどうなるのかについてご紹介したいと思います。まず火口に突入する前に、どの火山が地球内部のより深い場所までつながっている可能性が高いのか考えてみましょう。火山は形成される場所によってその成因や性格が異なります。そのため火山が作られる場所を知ることが必要。火山が形成される場所は大きく分けて3種類あります。一つ目は中央海嶺です。地球の表層部は厚さ10から100キロメートルほどのプレートと呼ばれる十数枚の硬い岩盤で覆われており、1年に最大2センチメートルの速さでそれぞれのプレートが動いています。このプレートが作り出されているのが中央海嶺。中央海嶺は東太平洋や大西洋などに存在し、その中心部では海底火山が列をなしています。中でもアイスランドは中央海嶺の火山帯が海から頭を出して島を形成しているため、世界で唯一中央海嶺を陸上で見られる場所として知られています。二つ目は島湖や陸湖と呼ばれる場所です。ここでは大陸プレートと海洋プレートがぶつかり、重い方の海洋プレートが沈み込んでいます。この海洋プレートの海水が地下に供給されることで、プレートの融点が下がり一部が溶け出すことで火山が作り出されています。富士山や浅間山など日本列島や千島列島にある火山がこの代表的な例となっています。最後に3つ目はホットスポットと呼ばれる場所です。ホットスポットはプレートの内部に点在しており、ハワイのキラウエア火山やマウナロア火山などがこれにあたります。以上のような火山の種類を理解したところで、地球深部に直接つながっている火山を選びましょう。あなたたちにとって身近な日本列島の火山はどうでしょうか。日本のようなプレートが沈み込む場所にある火山の最深部には、大陸プレートの下部とさらにその下へと沈み込む海洋プレートが存在します。ここでは分厚い岩盤に阻まれてしまうため、さらに深い場所へ潜るのは難しいといいます。一方、日本列島などの島湖に比べてプレートを作り出している中央海嶺やプレートの一部が溶け出しているホットスポットは地球深部に潜るのには好都合。ここでは地球深部から送られてくるエネルギーによって常にマグマが生成供給されています。そのため火山の最深部からさらに下に潜る際に障壁となる岩盤が薄い、もしくは存在しないのです。特に中央海嶺では大量のマグマが生成されているため、中央海嶺の上に位置するアイスランドでは常に島のどこかで火山が活動しています。またホットスポットに位置するハワイも魅力的ではあるのですが、現在活動的なのはキラウエア火山とロイヒ海底火山周辺のみと限られています。そこで今回は最も熱い火山スポットであるアイスランドのカトラ火山の火口に突入することにしましょう。さあ、準備はいいですか。おじけついて逃げようだなんて許しませんよ。カトラ火山はアイスランドの南部に位置します。標高は1493メートルであり、富士山の半分以下の高さです。とはいえカトラ火山の噴火は激しく、アイスランドの中で最も危険な火山として知られています。さらに火山の一部が氷河に覆われていることから、噴火が起きると氷が溶け出し大洪水を巻き起こすこともあります。早速このカトラ火山の火口から地球内部を目指しましょう。カトラ火山の火口は氷河に覆われていますが、100メートル近く掘ると火山本体の真っ黒な土が姿を現します。これは玄武岩と呼ばれるもので、火口から流れ出た溶岩が冷えて固まったものです。さらに掘り進めるとマグマからの熱の供給によって急激に温度が上昇していきます。
覚悟は決めましたか？ここからはまさに地獄の始まりですよ。火口から500メートルほど掘り進んだところで、周囲の温度は200度に達します。タンパク質が変性する温度がだいたい80度なので、この地点に到達した時にはすでにあなたの体は焼け焦げているはずです。しかしそれでは先に進めないので、バイエンススーツを着用しています。ん？どうしました？さて、火口から1500メートル掘ると周囲の温度は550度となるでしょう。この辺りで前回の噴火で噴出しきらなかった残りのマグマがちらほらと周囲に現れ始めます。地中で数十年間冷やされたこのマグマは流紋岩質マグマと呼ばれており、温度は600度前後とマグマの中では比較的低めの温度です。どんどんと進んでいき、火口から 3.5 キロメートルを過ぎるとマグマだまりと呼ばれる構造にたどり着きます。ここで最初に現れるのは傾聴質マグマと呼ばれるマグマの池です。このマグマは粘性が高く、火山ガスを溜め込んでしまうため、温度が上昇すると内部に含んだ空気が膨張し大爆発を起こす危険性があります。カトラ火山がアイスランドで最も危険な火山と呼ばれているのはこの傾聴質マグマが存在するため。この傾聴質マグマの池の下に潜っていくと、真っ赤に燃え盛る玄武岩質マグマの池が現れます。玄武岩質マグマはマグマの中でも温度が非常に高く、この付近では1100度前後に到達すると考えられています。粘性が低いため玄武岩質マグマは水のように動きます。もしあなたがこの玄武岩質マグマの池に飛び込んだら、まるで血の池地獄の中にいるかのような光景が広がるはずです。実際はどちらかというと灼熱地獄ですが、この辺りは地下奥深くから岩脈と呼ばれるマグマの通り道が走っており、それによって玄武岩質マグマが供給されているのです。岩脈をたどってもっともっと下に潜っていきましょう。岩脈の中も溶けた玄武岩質マグマが充填しているので、ここから先は血の池地獄が続きますが、ご容赦ください。岩脈を15キロメートルほど地下にたどっていくと、第一次マグマ供給源と呼ばれるマグマの溜まり場が出現すると考えられています。少し前に通過したマグマだまりがマグマの池だとすれば、ここはマグマの湖。この巨大なマグマの貯水槽から岩脈をたどって、少しずつマグマだまりへと玄武岩質マグマが供給されているのです。まだ地球内部にはたどり着かないのでしょうか。お待たせしました。岩脈を下へとたどっていくと、地上から25キロ前後でマントルにぶつかります。マントルとは地球の半径のうち2900キロメートルを覆う巨大な岩石の塊です。今までの旅が25キロだったので、いかに分厚いのかがお分かりいただけると思います。この時周囲は玄武岩質のマグマから観覧岩質のものへと変わります。観覧岩とは地上では緑色の石で美しい岩石ですが、ここでは真っ赤に溶けています。この観覧岩の一部が溶け出すことによって大量のマグマが地上へ供給されていたのです。今回の旅はマントルで終わりとします。マントルは固体であるため、ここから先に進みたい場合は穴を開ける作業が必要となるでしょう。おそらく非常に過酷なミッションとなりますので、先に進む方はお気をつけて。今回のバイエンスはここまで。いってらっしゃい。